パッド左足得意、縦に行くクロスは見させたくないところ、こぼれ球シュートですか。ディフェンスに取りながらっていうことを気に使ってましたけど、今日は自由でいいと思いますよ。さあ久保が仕掛けて縦に行く、インボール返ってきた、こぼれてシュートはかわして、はい、おいしそう、前半の8分日本先制点。トップ下で輝きを見せた香川、ライディングしてくる選手まで見えてるんでね、2人をかわしてロングボールを蹴らしたりしてね、ちょっとプレッシャーをかけてきましたけども、そこはある程度久保、さあ右サイドから攻撃活性化しているシュートを狙ってくる、こぼれてオフサイドない、シュートオフサイドの旗が上がりました。いいですね、坂井豪斗から大きなサイドチェンジ選手、会場が湧く、逆サイドにいた原口、仕掛けるのか、中は3人入っている日本、スルーパスを狙ってリターンをもらってシュート、ここでまたチャンスになる、久保が早めのクロスを入れてきた、イボルクルー、ニアサイド合わせた岡崎、嬉しい代表通算50点、わずかな隙間をこのヘディングでついていきました。何か岡崎らしい得点でしょうかね。そうですね、そこもそうですけど、やっぱりこう久保のクロスが速かったから、坂井宏樹が入ってるってことはね、おまた右サイドからまた速いクロス、先ほどの久保のこのクロスもいいところに上げました。組織力、このグループでの力というふうに語っています、サレロジ監督。さあ岡崎がウクライナに抜け出していいトラップで収めた、仕掛けるシュートレンジ、ジャストミートはしませんでした。出てる選手突きに行ったんですけど、まずドリブルしてる裏から直接中に戻してチャンスだ、次の動きの人がね、もっと高くないといけないですよね。シュートレンジからシュート、高橋が今日一番のピンチをしっかりと防ぎました。嫌な時間帯、中央、危ない日本、押し込まれる、完成だ、もう一度ダメになる、ピンチを迎えている日本ですが、逆サイド折り返されるピンチ、足を伸ばした吉田麻也、もう一度遠目から高橋のファインセーブ、よく防ぎました。さあ日本立ち上がりピンチが続きます。まだピンチの状況で今夜送球が合わない、助かりました、ね、言ったばかりですが、これでうまく修正ができないとなると、さあ日本チャンスになる、いいじゃないですか、3対2シュートは決めた、うまくコントロールしました久保、2試合連続ゴール、余裕あれば決めれますよっていうね、自信しっかりと狙っていってますね、大きく上回っています。ここでボールが収まって、さあ本田が入ってくる、スルーパス、キーパー出る、本田にワンツーで抜け出してリズムよくパスが回った、サイドの本田に中3人入っていく日本、シュートレンジが自ら打つ、こぼれ球、まあ、福西さんも現役時代に2004年アジアカップ対戦で、あと裏を使って日本ピンチになる、角度もないところ、シュートは力がありませんでした。もう一度柔らかく、こぼれ球直接行く、キーパー続く、よく入っています。さあ、裏を抜け出して、タイは動きがいいですね。危ない、危ない、シュートは、本田が対応。本田が戻ってかむ。さあ、最後仕掛けるか。柔らかいクロス、いいボール来た、本田!1点目ということも期待してしまいますが。中央、シュート力加減というかね、その清武のコーナーキックのね、そのボールの、ね、意識高かったですよね。また危ない、こぼれてクリア、まだ中途半端、押し込んで、ああ